はい、今日はね、まあ、10月の定期更新ということで、まあ、23H2 が失敗してしまったので、あの、24H2 にします。11のインストール。同意してインストール。まあ、ダウンロード、インストール、構成。これは、まあ、いつもの更新と同じだと思いますけどね。はい、3分の2、ダウンロードの確認。そしてインストール中、3分の3。ちょっと 85% が動かなくなっちゃった。はい。まあ、かなり苦戦してるというか、88% からなかなか動かなくて、ようやく 90% です。あと 10% うまくいきますかね。Windows アップデートをこんなに眺めてる人ってそうそういないような気もするよね。これアップデートじゃないもんね。バージョンアップだもんね。24H2。手動で更新。果たしてうまくいくんでしょうか。はい、どうにか 99% までいってますけどね、まあ、すごく時間がかかってますよ。 1% 増えるのにまあ15分ぐらいかな。すっごい時間がかかってる。ね、なかなか 100% にならないでしょう。15分ぐらいかかるんじゃないかな。もう7分41秒。10月はね、いろんなところでいろんなね、イベントが行われるんですよ。まあ、99%、あと5分ぐらいですかね。100% になるかならないかわかんないけど。これね、青春のアイドルヒットステージって言うんですよ。こんなズームかけ、あ、顔認識センサーが働いてる。森口さん、松本さん、早見さん。ヒットステージ。2025年1月26日、富岡市神楽文化ホール。こんな、一般6000両。すごいよね。チケットピアって。もう、10月5日から販売されてるんだね。すごいね。6000円だって。
よいしょ。あとね、10月はね、群馬県民の日っていうのがね、28日にあるんですよ。ここにね、そこの28日の記念事業一覧っていうのをね、まあ書き出したっていうか、印刷したんですよ。こんなにいっぱい。まあ、どこ行こうかなって感じになってるんだけど、一箇所はね、あそこの観音塚古墳。観音塚？なんか、高崎市の歴史民俗資料館みたいな、その管理している古墳があるんですけどね、あそこ行ってみようかなと思ってるんですよ。そんなに遠いところなんか行かないからね。もうそろそろ 100% になるんじゃないかな。14分。でもね、世田谷からね、保谷西東京市までちょっと離れてるんだよね。お、できましたね。じゃあ、行きますね。こんな感じ。30分後にね、タイマーがね、ゼロになるとね、再起動がかかるんだって。でも、その下の方にですね、すぐ再起動かけますっていうボタンがあるからね。じゃあ、かけますよ。今すぐ再起動。21時14分。押しました。サインアウトしようとしています。インストールを完了させ、デバイスを再起動します。これ閉じるでいいんですか？うん、再起動かかったね。ここから Windows の構成ですね。やっぱり20分かかったね。15分ぐらいかなと思ったんだけど。99% から 100% になるまで20分。なんかうまくいかなそうな気がしますよね。20分もかかってるんじゃ。今ね、ビデオカメラはね、AC アダプターから給電してるからね、バッテリーがなくなるってことはないんですよ。だから、あ、そっか。これ、あれだ、メディアだ。16ギガのメディアに入ってるから、メディアがいっぱいになっちゃうとダメか。これ16だよね。8ギガ、8ギガが入ってるんかい。
なか大変そうでしょう。これうまくいくと思いますか？おお、ブラックアウト。NEC。NS700/J。下の方でくるくる回ってるぞ。バージョンアップね。ちなみに午前中に行った 23H2 の、10月の定期更新は失敗しています。ちょっと長期戦になりそうだね。一晩中かかるかもしれないね。次に出てくる画面は Windows の構成。だと思われますけど、どうでしょう。ちょっと30分なんで一旦切りますね。また何かできてきたら撮影しますね。92% までいってますね。あと 8% ですかね。あと 4%、 96%。どうでしょうね。あ、100% になりましたね。どうでしょうね。ロック画面になりますかね。何にもありませんでしたみたいな。おお。これは。22時28分。じゃあまたちょっと右に振っときますね。右に振っとかないとね、まずいわけなんですよ。名前とかあるからね。こんにちは。準備しています。出てきた。なんだろう。これには数分かかる場合があります。PC の電源を切らないでください。そうなん。私の場合数分で済まないと思うんですよ。コンセントに接続して電源を入れたままにしてください。そういったことなんですね。
順調に進行しています。 PC の電源を切らないでください。そんな安心させるようなことも言うんだね。で、最後の最後に失敗しましたってそういったこともあると思いますよね。今日の Windows アップデートもそうだったもんね。うまくいったかなと思ったんだけど。すべての準備ができていることを確認しています。 PC の電源を切らないでください。でもさ、すべての準備ができていなかったらどうするんですかね。やっぱりダメでしたって言うんですかね。まだいくつかの処理を実行しています。もう少しで完了です。本当複雑なんだね。ハードウェア的にはもうずっと昔のやつだからなかなか難しいんだと思うよね。よいしょ。いくつかの処理が大変そうですね。もう少しで完了です。出た。例のごとく通知領域がない。通知領域がアンダーバーがない。あ、出てきた。遅いんだね。この検索のところにですね、あれ？なんだろう。
この資格は何ですか？あ、出ましたね。24H2OS ビルド 26100.1742。 これですね。でもなんかあれだね、動きがおかしいというか、なんかぎこちないというか。そして OK ですね。あ、これちょっと写真撮りますか。あ、写ってなかったね。ここです。